ケイピョンチャンネル。はい、みなさん、こんにちは。はい、みなさん、こんにちは。加藤啓太、オフィシャル YouTube です。いかがお過ごしでしょうか？障害者同士で話そうということで、今回も青木さやさんに来てもらいました。自分で言います。今日は大学の話をします。今日は大学の話をします。ところで、なんで大学に行きたかったの？理由は2つあります。1つは、自分で稼げる仕事に将来就きたいと思って、それは小学校の時から思っていて、で、私を担当してくれた PT の理学療法士の先生に憧れて、こういう人になりたいなと思ってたんだけど、私には理学療法士無理だから、いろんな意味で、ね、なんかそれに近いような仕事ができないかなと思って、当時中学校1年生、中学校1年生で調べた時に出てきた資格が社会福祉士だったので、中学校3年生の時には大学に行けるか分かんないけど大学に行きたいなって思ってたのが一つと、あとはずっと親元で生活をしていくんだろうかっていう漠然とした不安で、別に親が嫌いとか関係がね悪いとかではないんですけど、やっぱりなんかちょっと私の意思で全部決められないというか、ちょっとなんか自由にしたいなって思って大学に行こうかなって思った。正当な
なね、効率、あの口実が欲しいと調べたときに、うん、あの社会福祉士が国家資格をね受けるで、ま、あの受験をねするには、実務経験を専門学校に出て実務経験を2年間積んで国家資格の受験資格を得るか、4年生大学に行って国家試験の受験資格を得るかっていうふうに書いてあって、あ、私には実務経験はちょっと無理そうだって思った時に、あ、大学4年生大学だったんですよ。で、調べたら、なんと富山県には当時その社会福祉士のその国家資格のね、履修科目の受験、その必要な受験のね科目が取れる大学が、4年生大学がなんとないかったと、これは来たと、やったと思って、で、もうどこでもいいやと思って。もうなんかお母さんに、うちの母に一言も大学に行きたいなんて一言も言わずに県外の大学ばっかり志願請求して、あのじわりじわりと追い詰めていく。わかるわかるじゃないよ。で、あのその当時も多分今も、今はそうでもないですかね、あの障害学生の受け入れが割とその進んでいたのが日本福祉大学だったので、その、ここだったらいいんじゃないかなっていうふうに思って日本福祉大学を受験しました。日本福祉大学って言ってよかったな。はい、日本福祉大学、社会福祉学部、社会福祉学科でした。適当に頑張った。
かをすごい最初の方からやってたので、うん、やっぱりその公平に他の学生と大差なくサポートをするっていう仕組みがもう当時は確立されていたんです。で、私はこう字を書くのがすごく時間がかかるので、時間延長の配慮とかをしていただいていて、で、時間延長する学生は別室受験なんですよ。で、圭太君もパソコン受験で時間延長の配慮をもらう。で、配慮は違うけど一緒の部屋で受けるんですよ。そしたらびっくりしたことが起こって、この人受けてる最中に上向いてニコーって笑い始めて、そのうち声出して笑い始めて、何この人と思って、そう、あれはびっくりしました。で、後から聞いたら、なんであの時笑ってたんですか？保育園の実習とかにもすぐ行かせていただいたりとかして、いい経験になりました。
んというか訪問させていただいた方がずっと男性だと思ってたんですけど、あとで、ね、あのその記録を見せていただいたら女性の方だったからすいませんと思って、その男性女性が分かるようなこの発言とかはしなかったんですけど、あのねずっと男性だと思ってね1時間話を聞いてた女性だったっていう事件もありましたし、そういろいろありました。ブーブーも大変だったね。あれが一番大変。
すごい怖かった。
ご視聴ありがとうございました。面白かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。